演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ちらセブンイレブンのサラダチキンをいろいろ食べたいと思います。はい、もうクリスマスですからやっぱりチキン食べたいですよね。ね、もう自分も35で少し揚げ物が重くなってきた部分、まあ、もちろん食べることはできるんです。なので本日はセブンイレブンのサラダチキンいろいろ食べたいと思います。なので買ってきました。本当はもう1種類あったんですけど、それはちょっと売り切れてたんですよね。で、なんで今回セブンイレブンのサラダチキンにしたかというと、以前動画のコメント欄でこのようにセブンイレブンのサラダチキンをおすすめされたことがありまして、で、ローソンとファミリーマートのサラダチキンは食べたことあったんですけど、セブンイレブンはまだ食べたことがなかったので今回思い切って買ってみました。それではまずはこのバーでバーとほぐしでケーキ付けをしていきたいと思います。まずはプレーンから、やっぱり一番基本となる部分が分かってないと審査のしようがありませんからね。ではいただきます。最初に食べたプレーンはやっぱりプレーンというだけあってシンプルな味付けで、鶏肉の旨味を存分に感じることができて美味しかった。そして次に食べたこのスモーク&ペッパーは燻製にすることでちょっと外側に歯ごたえがあって、まるでソーセージのような印象の食べ方になるものになりました。なので自分はこっちの方が好きですが、サクサク食べ進めたいなという方はプレーンのか、こちらのバジル&オリーブの方がいいかもしれません。こちらはそこまでバジルやオリーブの香りがするわけではないので、プレーンとちょっと違いがあまり出てないかなというのがあったのが残念でした。そしてこのこちらのほぐしサラダチキンは本当にほぐれているので、塊で食べる食べやすく、またサラダとかに本当にあえるのもいいです、のも使いやすいと思います。なのでそのまま食べるよりはアレンジして食べる方向けの商品ですね。この中だとこのペッパー&スモークが一番自分の中では好みでしたので、これを現在はこれをこちらの点数とさせていただきます。それでは残る4つも食べていきますよ。はい、ではこの大肉のプレーンどんな感じなんだろう。ではいただきます。いつもだったら商品の袋を見せながらやるんですけど、今のサラダチキンすると多分液だれしてこの辺りは大変なことになってしまうので、もう今回は申し訳ありませんが、もう何も持たない状態でレビューですね。で、サラダチキンのプレーン味は、まあ、先ほどと同じようにシンプルな味で、鶏肉の旨みを口の中にふわっと広げることができました。やっぱり大きい方が食べ応えもそれだけありますので満足感もありますね。で、ただバジル味のちょっと香りが足りないかなという残念な部分も残ってしまっているという、まあこっちが先でバーが後なんでしょうけど、その部分もあったのが残念で、この大きいサイズのみにあった炭火焼きですが、噛んだ瞬間に醤油の香ばしさが口の中に来るには来るのですが、もうちょっと物足りないかなっていう気がしました。もうちょっと内側にもう醤油が浸透してほしかった。まあ大きいので難しいのかもしれませんが、まあちょっと残念でした、ね、まあそれでもバジル味よりは味に変化があったのでその点は良かったかな。で、最後の食べはスモーク、やっぱり自分はこれが一番好きですね。やっぱり外側がパリッとしてて歯ごたえがあり、これで、ね、さらに大きいのでさらに食べ応えがありましたね。なので結局自分の中ではスモークが一番です。なのでその大きい方のスモークもこちらの点数とさせていただきます。違和感を感じたこの持たないのは、なので食べ応えがある方にはスモークが、反対にそれを求めない方にはプレーンがいいです。
そういうのは今回のチキンそうです。なのでクリスマスチキン以外にケーキも食べたくなってくるな。まあそれは置いとくとして、それでは今年後悔するもの、それ見たや。何かを見るのを忘れたのでしょうか、それとも見てしまいけないものを見てしまったのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。